ベッリーニの肖像がデザインされている五千リラ紙幣、ヴィンチェンツ・オサルバトーレ・カルメロ・フランチェスコ・ベッリーニは、シチリア島、カターニアに生まれ、パリ近郊で没した作曲家。主として、オペラの作曲家として有名である。名字はベッリーに、ベリーにとも表記される。1985年から1996年まで、発行された五千イタリアリレ紙幣に肖像が、 採用されていた。ロッシーニやドニゼッティと共に、ベルカントオペラと称される19世紀前半のイタリアオペラを代表する作曲家である。中でも特にベッリーニについては、ショパン、ベルリオーズ、ワーグナーラの賞賛と愛情の言葉を得ていることで知られている。父親も祖父も音楽家であり、音楽を学ぶ前から作曲を始めたという振動であった。合唱指揮者で、 オルガニストでもあったロサリオ・ベッディーニを父とし、11人、兄弟の第一子として1801年11月3日、カターニアで生まれる。祖父・ビンチェンソ・ソトビアも宗教音楽やオペラなどを手掛けた作曲家。祖父と同じ名を名付けられたベッディーニは3歳で音楽の勉強を開始、6歳で最初の宗教性楽曲を作曲した。1819年、 貴族の講演者の助力のもと、ナポリ王立ン・セバスティアーノ音楽院に入学、フルノ、トリット、ツインガレッリに指示。特に、ツインガレッリが熱心な古典音楽の信奉者であった、ことも手伝ってか、この時期には2曲のミサ曲に代表される、約20ほどの宗教性楽曲、6つの公共曲、オーボイド弦楽のための競争曲などを作曲している。 音楽院在学中であった1825年には、最初のオペラ、アデルソンとサルビーニを、作曲、学校付属の小劇場で初演したが、これが、当時いくつものオペラハウスの支配人であった、ドメニコ・バルバイアの目に留まり、直ちにサンカルロ劇場のための新作の作曲を、依頼される。その結果生まれた第二作、ビアンカとジルナンドは1826年に、所演されて、 好評を得たが、その折に、メーテのオール歌手、ルビーニの歌唱に接したことが、以降のベッディーニの創作に、大きな影響を与えたと言われる。そしてこの成功を受け、次に、バルバイアは、名門ミラノスカラザのための新作を依頼、ベッディーニは、第三作となる、海賊でそれに応えた。この作品は、1827年に初演され、またも、大成功を収めたが、 それによりベッリーニは、ロッシーニの後継者と目されるようになり、貴族階級の集まるサロンにその一員として、迎えられる。またベッリーニはこのオペラで、初めて台本作家、フェリーチェ・ロマーニとコンビを組んだが、彼を、私の音楽的霊感の源泉と呼んで絶大な、信頼を寄せ、以降の、第10作、テンダーのベアトリーチェまでの7作でロマーニの台本を、採用した。 1831年、オペラ、無遊病の女を発表。大好評を博すが、自身では、還元落法の未熟さを認識しており、改めて学習したと言われている。1833年、テンダのベアトリーチェの不評から再起すべく、パリに移住。1835年、最後のオペラとなった、新京都が大成功を収めたが、 病を得て9月23日に短い生涯を閉じた。慢性の腸疾患だったと言われている。パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬されたが、その後遺体はカターニアに再埋葬された。ありがとうございます。